こんにちは、速稼塾の久保です。8月になりまして、8月の16日に、私の FX の投資のセンスとですね、あとですね、株の方でもちょっとね、コミュニティでかなりいい感じでいってる、週刊中年ジャンボのストーンさんですよね、こちらの方とコラボでね、また対談をしようかと思っております。この日はですね、FX よりもちょっと株の方の投資についていろいろとお話をいただきたいと思ってますけども、いくつかね、何について話し合うか項目が決まっているんですよ。例えばですね、今運営されている株スクールの絶好調の模様とかをね、お話しいただくのと、あと株トレードというね、仕事と家族との関係はどういうふうにお考えになっているのかなってことですよね。私も FX の情報提供する中で、やっぱ FX 付けの毎日っていうのはなかなか難しいんですよね。やっぱこう、通常のお仕事があって、多くの方はサラリーマンとしてお暮らしになっている。何かで、お仕事に日々10時間とか12時間取られてるわけじゃないですか。それであとプライベートな暮らしがあって、プラスアルファで少しずつ FX や投資を学んでいこうとするときに、1日に2時間も3時間も要求するようなことはできないわけですよね。そのあたりのバランスとかをストーンさんはどうしているのかなってことをね、ちょっとお話聞いてみようかと思います。もちろん当日までに投資に関して、株について、もしくは FX についてね、いろんなご質問がありましたら私の方でもお受けしようと思っております。ということで、なんとストーンさんからですね、お中元ですかね、届いてるんですよ。なんか私の好きそうなものが入ってそうです。私もね、年を取ったからっていうよりも、なんでしょうね、昔を思い出して昭和のね、いろんな贈り物とかね、なんか興味がすごくあるんですよ。ですんで、ストーンさんはまたですね、私の好きそうなものを送ってくれたんではなかろうかと思ってるんですけども、開けてみましょう。お、結構ですね、ローカルな包み紙が見えますよ。これはい、これ何でしょうか。ああ。非常に嬉しい。手紙が入ってる。手紙はちょっと声を出して読めないかもしれませんけども、すいません。毎日暑いですね。冷たいアイスコーヒーと一緒にどうぞ。ということで、オリシもアイスコーヒー、今飲んでるとこなんですよ。はい。今日はね、7月31日の早朝ですけども、朝5時ですね。これ、トライアのお餅かもしれないですね。これ素敵な包み紙ですね、これね。タオルに包まれてるのかな。ちょっと開けさせてもらいます。いや、むちゃくちゃ嬉しい、これ。いや、こういうね、渋いやつ好きなんですよ。なんか私もだから年を取ったんですかね。ああこういう風な感じで羊羹が入ってますね。一つ取ってみましょうか。ほら、これ大好きですよ、こういうの。え、ちょっとピントが合わないですね。え、これね、いいじゃないですか。これなんか以前もね、いただいたような気がするな。ストーンさんじゃなくて誰か他の方だった。ちょっとすいません、1本いただきます。このね、羊羹好きなんですよ。だから私がコーヒーをブラックで飲むのも、こうやって甘いものと一緒に食べるからなんですよ。あ、すいません。いや、立派だな、この羊羹。この味だ。昭和の40年代、50年代、相当思い出しますね。こういった羊羹一つ、うちはあんまり食べれなかったんで。たまに、こういうふうなね、なんか旅行土産とかで、うちにもらえる羊羹の詰め合わせや、夏だったらね、ゼリーの詰め合わせ、それを楽しみに食べてましたね。今ね、ある程度お金自由になるじゃないですか。こういったものって買おうと思えばいくらでも買えるんですよ。でも、実際は自分で買ったりしないですよね。だからこそ、こういったものがいただき物に感謝します。ありがとうございます。感動ですね。それからね、やっぱこう、50になってくると、今までの人生を振り返らずにはいられないですよ。もちろんこれからのことも一生懸命考えていくんですけども、なんかね、人生を思わざるを得ないですね。これでよかったんだろうか、
もしくはこれからどうすればいいんだろうか。とりあえずはお金の問題は解決していかなくちゃいけませんので、今私はね、投資によってお金の問題を攻略できる、そういうふうに思ってますね、はい。まあでもいきなり投資は難しいんで、少しずつ積み上げながらですけどね。はい、じゃあアイスコーヒーとともに、ストーンさんありがとうございました。では8月16日ご一緒させていただきます。いただきます。ゆっくりと楽しませてもらいます。まあ大和くんにもちょっとあげてみますね。